国記念の日、衆議院議員の原口和弘です。小田さん、おはようございます。氏神様にやってきました。まさにさっき申し上げましたけど、この十二日足国旗そのものですね、南北朝の時代からですね、この歴史を紡いできた我が氏神様、高木一族ですね。で、まあこういうそのルーツを探っていくといろんなことが分かってきます。で、もちろんね、戸籍だなんだっていうことで差別の対象となったり、本当にその人が作った差別、むごいものがありますよね。だから、あのこういう話をするときは合わせてその差別についても言うようにしてるんですけども、かといって自分のそのルーツ、先達のですね、やってきたこと、それを知るっていうことは自分を知ることでもありますね。あそこにノバトがいますね。で、私のルーツを言うと、まあこの高木から龍造寺、そしてその鍋島に至るまでですね、この武の一族のルーツというのはやっぱそこは避けて通れない。どんなにそれがその過去陰惨な歴史があってもですね。太郎さん、おはようございます。陰惨って言っても戦国時代はそれこそ血で血を洗うようなことをやってますから、また明治維新もそう、226事件もそう。逆に言うと、そういう歴史を知ることで自分の中にあるいろんなものとも対峙できますからね。もちろんそこの流ればっかじゃないんで、あのそれこそ20代前は100万人いるわけですから、2の20乗ですからね、100万人を超えますよね。だからそのどれか一つを取ってそれが自分だなんていうのもおかしいし、そもそもこの日本自体が大和朝廷もそうですけど、百済だ新羅だといろいろな半島の勢力とも結びついていろいろやってたわけですからね。あの今でこそ中国側とか韓国側とかいろいろ言ってる人もいますけど、歴史を超えて友好の井戸を掘ってきた人たちを大事にしていきたいですね。さて、大規模買収事件、昨日はいろんな動きがありましたね。週刊文春のあの記事すごいですね。で、二之湯国家公安委員長がまあそのことを一部認めるというあのことがございました。で、広島の大規模買収事件、昨日4人目ですか、辞職した地方議員、これ司法取引をしたのか何だか分かりませんけども、買収をした方とされた方であまりにも法の運用が違う。それはあっちゃいかんことですよね。しかもこの選挙を票を金で買うと、これがまかり通るんだったら正義は実現しません。民主主義も実現しません。で、まだやってんのかということを昨日私の友人が言ってましたけど、いや、もっともっとひどくやってんじゃないかと昨日別の友人が言ってました。これは京都とか広島、それから昨日新潟で、あの郷原先生が泉田さんのあれになったんですかね、自民党の国会議員が自民党の県会議員を
ああいう形で訴えるということになる。いやーすごいですよね。でそのお金はどこかと、原資は政党助成金か裏金か何なのか分かりませんけども、政治を曲げてることは確かですね。でこの組織活動費として、そのそれぞれの地方議会にこう配られてきたものなのか何なのかちょっとよく分かりません。それにしてもそういうものが当たり前のように、あのやられてきたというのが昨日のあの会見からもあの伺い知れるんですよね。あのおかしくないんじゃないかという、だからそれはありえないことで、私もあの今の国家公安委員長知らない方じゃありません。非常に誠実な方だとお見受けしてます。だからあの本当のことをきっちりおっしゃっていただいて、やっぱり政治を浄化させんという感じですね。でこれはもう選挙のルールというのはそれを破られた時にはもうちょっとやってらんないです。だからよく私にお前は風土自体を変えてきたよなっていう人がいますけど、それは当たり前で、そのどっちかしかないわけですよ。そのそういう風土を変えていくのか、それともそれに巻かれて常に塀の上を歩きながら法律を作るなんてありえないでしょ。正義を通そうという人がここまでだったら悪いことしてもいいなんていうのはないでしょ。だからそこのところをですね変えていかなきゃいけないと思いますよ。で自民党の中にもねこれ浄化していこうという人たちがいるはずです。いやそれはあの私が自民党時代もいましたから、これはひどいよねって、だから変えていこうと20代であの無名の会を中心にですねネットワークを作ったんですよ。だけどまあそこの友人たちの多くがもう名前を言えば皆さんがご存知のような有名な国会議員になってますけど、その人間たちでさえあの政治と金の問題が出てますもんね。お前が20代の頃言ってたことはどうだったんだってあの問いたいぐらいのひどいことになった人もいます。でもその志を今も残しながら頑張ってるのもいますからね。でもやっぱりそういう人はですね総じて選挙弱いんですよ。あの泉田さんにこうこんなこと言ってて選挙できるかって言ったってね、泉田さんが言ってますけど、その世界の常識を常識として受け入れないものは自民党であろうが受かってこないんですよ、いうことを友達が昨日言ってましたね。まだそんなことやってんかって、まだそんなことっていうのはですね、私が20代の頃自民党の青年局長をさせていただいてですね、その時にもう当たり前のように行われてたこと、そうやめた方がいいよって、っていうかやめなきゃダメでしょうって、いろんな口利きの裏金を取って、そして建設会社とかもあの等級のところで金取ったり、いろんなことをやるのがいましたもんね。でそれが続く限りですね、
二大政党なんかとても無理ですよ。それが続く限り、国民の政治に対する信頼っていうのは絶対戻ってきません。で、全てのその元は信頼ですからね。頑張っていかなきゃいかんと思います。五郎さん、毎日もう胸のつぶること話ばっかりばい。だから、まあ、おいは自分で法律を作れるし、いろんなことできるけど、これを受け身の中で暮らしておられる国会議員じゃない、あるいは国会議員に落選した、あるいはもっと言うと国民の皆様はどんなお気持ちだろうと思います。でも松下さんが言っておられたように、組織貫徹、執念のあるものはできることから、できることをまず考える、できるっていう方向からやる、それのないものは困難の方を言い募る。正直言って困難が多い有権者や、あるいは国民を裏切るものを私は絶対に信じないって、ある立憲民主党の友人が書いてましたけど、本当にそうですもんね。なんていうかな、端っこい、まあ頭はいいのかも分かんないけど、次何やるか分からんというトロイの木馬みたいのが民主党時代から現れては消え、現れては消えしましたけど、この頃なかなかそれが消えなくなってますもんね。だからよほどその候補者を選ぶときに考えんといかんなと思いますね。自己愛が強くて、その政治を自己実現の手段と思ってる人がいると、国民の奉仕者にならんですもんね。自分への奉仕者になり下がってるのがいますよね。変えんという感じですね。で、来週はですね、いよいよまた3プラス3の準備会、犬塚さん中心ですね、日米韓でやります。本当はね、6カ国協議の枠組みでロシア、中国、北朝鮮、ここもですね入れて非核地帯っていうのを作んなきゃいけないんですけど、まあなんつっても北朝鮮は国交さえない、ロシアは今アメリカと表向きものすごくウクライナでも緊張関係を高めてますからね、なかなか厳しい国際情勢ですけど、非核の傘向けてやっていくことがとても大事。おはようございます。いやー、綺麗な太陽です。今日もいくつも行事があって、地方、今荻野市議会議員選挙、まあこれは佐賀に行くですけど、同志が公認候補、推薦候補ですね、それからパートナー議員、そしてこの佐賀1区は宮城町の町議会議員選挙、ここもですね町長が変わって、まあ岡町長、私の会にも選挙の時も来てくださって本当ありがたいです。前の町長の末安町長も若い頃からずっと一緒にやっててですね、で町長派、前の町長派入り乱れて、私の後援会もいろいろです。ただ立憲民主党の推薦候補、パートナー候補、これ絶対当選してもらわなきゃいけないし、共闘の仲間にもですね頑張ってもらわなきゃいけません。で、今日は、宮城の方に行って、そして皆さんと
お話をいたします。長くですね、私をあの峰の後援会長、宮城の後援会長として支えてくださった本村議員さん、今回ご勇退ということでですね、あの残念ですけど、でその中でありがたいなと思うのは、その人はちょっと宮城だというと差し障りがあるんで、ある地区とだけしときますけど、あのある地区の有力議員なんですけど、うちの後援会とあの非常に密接で、あのもう一つのやっぱりまともな政権政党がないとダメだっていうんで、あの応援してくださってるんですよね。そういう方もおられるんで、もう余計にあの政治を票を金で買うっていうことの愚かさ、これとも徹底的に戦っていかんといかんと思いますね。あなた方兄弟ですかね、夫婦ですかね。鳥は大体ペアでいますよね。護岸に植えた木もだいぶ育ってきました。ちょっとこの梅が元気がないですね。どうしちゃったんだろう。桜、これが980円で、これが昨日100円で売ってたんですよ。もうびっくりしますよね。枯れてないよな。ダブルノックアウト。氷川公園のおじさん元気かな。雪とみぞれで大丈夫かな。誰か代わりに行ってくれたらいいのに。ね、そうですね。昨日119番しないでくださいって、ちょっとそれはまずいと思いますよ。あのちゃんとその救急医療につなげられるようにしないとですね。じゃあこの裏の方もですね、だいぶ木が植わってきます。これもうじきレンゲでいっぱいになりますね。その後ねえ、札束でね顔をひっぱたくみたいな選挙やってたらもうたまったもんじゃないですよ。本当に選挙の時に使うお金って決まってんですからね。結局その金持ちしかで、一部の人間のだけを見た政治になっちゃうでしょ。昨日もあるお米屋さんからなんかもう政治力で外されそうになってると。まあ本当にいいものを作ってる人たちがね、あのバカを見るようなことじゃダメですよね。うわ、椿がこの裏側あんまり来ないんですけど、だいぶねこの芝桜も育ちきらんな。椿、紫陽花、紫陽花ってもうこんなになっちゃう。松、そして
なんとこれ自然に植わってきた、買えば2万円ぐらいするやつですね。ブドウ。なりますかね。ロイヤルサンセット。春を待ってます。これは、バラってしか書いてない。わからんですね。じゃあ皆さん、どうぞ、良い一日を。おお。ここほんとよく鳥が来るようになりました。ハイタカがいたのはびっくりしましたけどね。じゃあ最後は何色が、サタロウこの頃いないですね。そうだ、サタロウこの頃合わんですね。カコはいますもんね。その代わりカモがいっぱいいますわ。サタロウどっか餌場見つけましたね。ピンクでいきますか。はい。じゃあ200円のこのねえ、こんな綺麗なミニバラ、どうぞ良い一日を。ごきげんよう。あ、そうですね、ズームであのクロストで今やってるんですよね。オープンでやれたらと思いますけど。ああ、もうすぐ旅立ちですもんね。これ隣の黄色、これ金魚草ですね。それとナデシコ、このナデシコも100円だじゃない、このナデシコはあれですよね、50円だったですもんね。本当にこうレスキューやってるつもりで50円100円も積み重なったら結構な値段になります。ちょっともうしばらく園芸店に行くのはやめましょう。中をね増やして、このじゃあこのピンクと花でしょ。うん、これ E F95 マスクしてんで本当に苦しいですもんね。いいですね、あのローズマリーチンキ、シミとシワが取れるっていうんで、もっと早くからやっとけばよかったですね。では良い一日を。ごきげんよう。